こんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターの山本です。今の藤沢さんの話について、その中で、利用されている統合のデータっていうツールについて簡単にご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、そもそもの目的は、こんな形で、遺伝子産物名が大量に、サードパーティーというか新しくゲノムが呼ばれた時に、そのゲノムのシーケンスデータを DDBJ 等に登録する際にアノテーションデータという形でその遺伝子産物名を書くわけですけども、その内容をより多く、よりこういう名前にした方がいいんじゃないですかっていうような名前にある程度自動的に変えることができる、そういうツールがあれば、その下業がある程度簡単にできるではないかということで、こちらの計算機の方で支援できる内容について開発をしているものです。で、基本的な入力としては、その遺伝子産物名のリストが与えられて、で、それに対する出力としましては、望ましいとされる遺伝子産物名のリストが出てきました。で、そのリストに合わせて、例えばこの、名前については、ローカスタグが含まれてますよですとか、酵素名が入ってますと、そういったことを合わせて、付加情報として出てくるという形になってまして、で、このツール自体は非常にある程度長いこと開発が続いているものでして、そもそものきっかけとしては、こちらの参加されているライトの市川さんの方からの相談から始まっていまして、で、それから当時まだ一緒に作業をしていた岡本さんですとか、その辺あので、あとそれから今の藤沢さんと一緒に地味ながらも作業を進めていました。で、そのいろいろ曲折があった上で、最近になってこの形で、BE:FIRST ですとか、谷沢さんのご協力を、この前のバイオハッカーソン国内版でいただきながら、実際に試していただいて、どんな形で使えるかっていうのを、使用感を感想としていただいたりしながら開発しているものです。で、あとは真島さんにご協力いただいて、実際に自助が入った場合どうやって使えるかとか、本当に現場の方が使いやすいものになっているかっていうことを確認しながら今進めています。で、流れなんですけれども、こんな形になってまして、そもそも最初に入力がきます。ここですね。で、テキストデータですので、簡単なコロンですとか、簡単なスペース前後に入ったりというものを取り除いて、処理をしてから、これは基本的に、辞書を使って書き換えをするということなんですけども、その辞書というものは利用者がまず与えるということを念頭に置いております。ですので、この、辞書が書いてあって、こういった入力が入ってきた場合はこういう形にする方が望ましいですよっていう書き換え辞書っていうものを用意します。で、その他に新たにそのキュレーター、あるいはアノテーターの方が実際の作業で使われていて、こういった特別な表記の、入力が来た場合は直接こちらに書き換えてくださいっていうキュレーション辞書というものを用意してまして、この2つを使って、こちらを使う場合はもう容赦なくというか、全くその他の、条件を見ることもなく、この内容に来たら機械的にこちらに書き換えてくださいっていうような辞書と、こういったそれを通らない場合はこちらの、書き換え辞書を使うっていう、この2段階の辞書を使って、さまざまなその入力をより望ましいとされる表記に変えていくっていう作業をしている、ツールになります。で、基本的には単なるその書き換え前と書き換え後のペアが書かれているものに対して入力がマッチしたらその書き換え後に変えるってことをしているだけなんですけれども、それに合わせて多少のその文字列、表記上の揺れがあった場合に、その表記上の揺れもちゃんと吸収できるようにするために、少しその計算機的なそのツール、機能を出してまして、バイグラムっていうその文字列単位の一つ一つの単語の中に表現しているアルファベットの ABC がありますけども、それを1つの単語の中の単、文字を2つずつに細かく分けていって、で、その2つずつ細かく分けたものが入力にあって、で、それと実際の辞書の中にあるものの間のコサイン距離を求めまして、そのコサイン距離が近いものであれば、多分それは少し1文字ぐらい違っていても、もしかしたらスペルミスであるかもしれないし、近い意味で別のことで使ってるかもしれないということで、そういったことを含めて機械的な処理をしながら、単なる書き換えの一字一句違ったものを、同じものを別のものに書き換えるだけではなくて、少しその周りの、文字列上の距離が近いもの、
を吸収しながら書き換えをしていくっていうような形でのツールになっています。で、それが、基本的な流れになってます。で、アフターの方っていうのはその書き換え後っていう意味ですけども、書き換え後の、エントリー、表記っていうのはその望ましいとされる、遺伝子産物名が書かれているものでして、もともとその入力がふさわしいものであれば、もちろんそのまま問題なくアクセプトされますので、まず最初にこちらに合わせてみてみて、でこちらとヒットすればそのまま出力されるということで、その最初に、望ましい表記になってますかってことを確認して、もし確認できたらばそのまま出力されると。で、そうでない場合はっていうことで、その機械前のものにマッチしているかどうかを見て、マッチしていた場合は対応する表記、適切なというか望ましいとされる表記に書き換えて出力すると。で、さらにそのこの、アポストロフィーはその先ほどお伝えしましたような表記上のちょっとした揺れを吸収する部分ですけども、実際この辞書の中の表記にはなってなくても、ちょっと1や2ぐらい違ってるものがある場合は、そこからこちらの方の中側の実際のエントリーに寄せて、でそれに合わせてマッチするものがあれば、それに対応した同じような処理をして、でそこから出力しますと。でどれにも全く合わない場合は、全くどれにもマッチしませんでしたという出力が出されるという仕組みになっています。ですので基本的にここの辞書がいかにその目的の表記に合わせたものになっているかっていうところが肝になってきまして、でこれが最初に作業をしながらどんどんとここの辞書をリッチにしていくっていうことをするってことが大事になってくる、そういうツールになっています。でこれがその、インターフェースでして、でこれ少し一応サーバーとして今動いてまして、そのレスト形式になってますので、さまざまな使い方を想定した形で、その皆様のさまざまなツールの中にビルトインして、パイプラインの中で使えるような形で、うまく直接このページに行かなくても、他のツールの中でプラグイン的に使うっていうような縁の下の力持ち的な役割をしながら貢献できたらいいなと思って進めています。はい。